もうダフリのいうミスだけはね、本当に嫌ですよね。なんで練習場でダフらないのにコースに行った時だけこんなダフるのか。こうなると、このように基本的にダフる。で、これは手で直しようがないです。手で合わせようがないミスショットになってしまいます。手でやるんではなくて、先ほど言ったように、で、ダフリを矯正していくと。コースの芝に行ってもですね、ダフらないスイングっていうのができるようになりますので、はいどうもこんにちは、マイケル長谷川です。今日のテーマはダフリです。もうダフリのいうミスだけはね、本当に嫌ですよね。なんで練習場でダフらないのにコースに行った時だけこんなダフるのか。僕はコースマネジメントの話でいつも言ってますよ。0点ショットをどれだけ打たないかっていうことなんですけど、ダフってそのあたりにあったらですね、もう基本0点ショットになってしまうので、スコアメイクには、ね、もう大きく関わってくるところだと思うんですよね。今日はこの改善方法、なぜダフるのかがわからないので迷ってしまう。で、違う直し方をして、例えばスライスが出るとか、今度トップが出るとか、そういうミスになってしまうと思いますので、今日はですね、ダフリのメカニズムとそれの対策ですね、これをやっていきたいと思います。なぜダフるかっていうと、回転する軸ってありますよね。背骨のこの軸ってあります。この回転軸が右に傾くからダフるんです。もうこれが結論ですね。ちょっとこれ説明していきたいと思いますね。いつも出てきますね、このフラフープですね。これがクラブを振っていく方向です。難しい言葉で言うとスイングディレクションって言いますね。これが振っていく方向が、この回転の軸ですね、この軸が右に傾けば傾くほど、このフラフープが地面に設置しているポイントっていうのがどんどん右の方に来ますよね。なのでダフってしまうわけなんです。ボールが正しい位置にあったとしても、ダフリを嫌がったら次はトップになるっていうのはすごく自然な流れなんですよね。ですからダフリとトップは同じ原因で起きるっていうことなわけです。このですね、フラフープをですね、右に傾けすぎない、これが右に傾くかどうかっていうところがポイントなんです。皆さんね、これダフリをね、なんか直そうと思った時に、やっぱり手の動き、手のアクションで直そうとしてしまうと思うんですけれども、これはね、間違いなんで、その原因をしっかり突き止めてやっていくことっていうのが上達の近道になります。デモンストレーションこの後やります。大げさにやってますけれども、このぐらいの感覚でいいですよ。このトップの位置から上げますよね。バックスイングします。で、ダフルスイングっていうのは、先ほど言ったように軸が右に傾いた状態で来るんで、この辺りを打ってしまうわけですよね。ダフってしまう。切り返した時に胸の中心と骨盤の中心がずれている、この状態だと基本的にはフラフープが右にを向いてある状態なので、ダフル、それからトップする、こういう動きになるわけです。正しいイメージですね。ここバックスイング上がります、ダウンスイングになります。この状態です。胸の中心と骨盤の中心が、まあ割と垂直に近い状態ですね。この状態で切り返しができていれば、基本的にはダフりにくいです。このイメージですね。なんとなくイメージ的にこっちの方が変な形に見えますよね。見えるんですけれども、このぐらいの感覚があってちょうどいいと思います。ダフる方は特にですね、ここからこうです。こことここを揃えるということですね。ね、これどこかで見たことあるかもしれませんけれども、このベルト通しにですね、このアライメントロッド、これ100均に行くとですね、園芸用の棒でいいです。これを持ってもらってバックスイングして、ポイントはどうやったら右に傾けないかっていうと、バックスイングっていうのは、これが右腰っていうのが若干右上に切り上がってきますよね。で、ダウンスイングではこれはですね、この高さをキープして腰を回してくる。そうすると右腰の高さをキープした状態で回ってくるという感じなんですね。こうやってダウンスイングに入ってください。マイケルゴルフ TV をご覧の方、あれ、側屈ってするんじゃないのっていう話になると思うんですよね。この間まで側屈やるって言ってたのに全く逆じゃんって思うかもしれませんが、今日はね、耳の穴かっぽじってよく聞いてください。バックスイングして側屈っていうのは、この腰もね、ここがしっかり縮んでくる動きですね。ここですね、ここ、これが右腰が下がってしまうと、ここってこうやって曲がってこないですね。こうやってやると、ここは完全に側屈が入らないんです。こうやって右腰を高くすることによって、ここが縮まってくるわけなんです。なので、ここはですね、右の側屈の動きを混同しないようにちょっと注意してください。バックスイングして右腰の高さをキープして腰を回転してくるので、しっかりとした側屈が入ってくると、これは側屈じゃないよっていうふうに
持ってください。ここはちょっと注意してくださいね。打っていきたいと思いますね。練習ではですね、このようにですね、構えます。バックスイング上げます。はい、右腰の高さをキープした状態で切り返します。で、打ちます。この状態だとしっかりボールに対してはダウンブローに入ってきているので、ダフりませんね。で、一方で、ね、ダフってしまうスイングですね。ここから、こういう状態ですね。この右腰が下がってしまう。こうなると、このように基本的にダフると。で、これは手で直しようがないです。手で合わせようがないミスショットになってしまいますので、しっかりと右腰を、高さをキープして、ターンして、そこから打つと。ポイント、ここから、こう来て、打つと。こんな感じですね。ちょっとね、デモはね、少し大げさかもしれませんけれども、このぐらいのイメージを持ってやってみてください。そうすることによって、コースの芝に行ってもですね、ダフらないスイングっていうのができるようになりますので。じゃあ、このスイングできましたと。で、本当にじゃあダウンブローで打ててるのってね、ダフらないスイングができてるのかっていうのは、こういうガムテープを使ってね、練習していきます。今まで僕の動画でも必ず出てきてる練習法ですけれども、こうやってですね、ボールの先にガムテープをね、こう1枚ペロッとこう貼ってください。まあ10センチぐらいでいいと思いますね。このように貼って構えて、ここからこうですね、この状態で、ね、時に正しくできていれば、こうやって前のガムテープがしっかり剥がれてくると思いますので、まあこういう練習をしてみてください。それかですね、逆もありますね。こうやってね、ガムテープも資源ですから、ボールの先に置いてしまうと、正しくできると全部ガムテープが剥がされて使えなくなってしまうので、できてきたなっていう方はですね、この逆にボールの手前、ボールの手前にガムテープを貼って、これを打ってください。これ手前からダフっていると、この手前のガムテープがずっと剥がれずに練習終了まで使えると。この前のね、ガムテープが剥がせるようになってきたら、今度資源の有効利用ということで、ボールの手前にガムテープを貼って、それを練習中剥がさないように練習をしてみてください。それは手でやるんではなくて、先ほど言ったように軸の管理でダフりを矯正していくと。ドライバーに関しては、構えた時にもうちょっと右に傾いてるので、アイアンよりもこのちょっとズレっていうのを少し作ってあげた方がいいと思います。それはアッパーブローだからですね。ちょっとこれは付け替えさせていただきます。そんなわけですね、今日もですね、勉強になったとか、ためになったよという方はね、グッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。